嵐の松本潤、39、が主演を務める NHK 大河ドラマ、どう、る、家康、日曜後8.00は18日、第23話が放送された。話題、シーンを振り返る。以下、ネタバレウー、リーガル、ハイ、コンフィデンスマン JP シリーズなどの、ヒット作を生み続ける、古澤良太氏がオリジナル、本を手掛ける大河ドラマ62作目。 弱小国、三河、主は、いかにして、戦国の世を生き抜き、天下党を成し遂げたのか。江戸幕府初代将軍を単独、役にした大河は1983年、徳川家康以来、実に40年ぶり、和番にアップデートした、新たな家康像を必須し、古沢氏は、大河脚本初挑戦。松本は、大河初主演、なる。第23話は、 瀬名覚醒。瀬名有村霞が、武田の、もの、地を、古川琴音と密会していると知った。徳、久保し織は、父、織田信長、岡田淳一に密。信長は、水野信元、寺島進が武田と内通していい。と言いがかりをつけ、徳川家康、松本淳二処分、迫る。苦渋の末、おじを手にかけた家康は、次女、お会い。 広瀬アリスに癒しを求めるように。一、したら玄の殴り殺し以来、心のバランスを失っていた、愛則、松平信康、細田義夫と死に、瀬名は、メタル、大きな夢を打ち明ける、という展開。死は乱心のあまり、高狩りの帰りに通りすがり、そうとつじ切ってしまった。横になり、平成を取り、戻した信康は、何と言って謝ればよいのでし、う。 あの僧にと後悔の念、皆が強くなれという、ら、私は強くなりました。しかし、私は私で亡くなりました。いつまで戦え、良いのですか。いつまで人を殺せばと泣きな、楽能を打ち明けた。変わり果てた愛息の姿。せなも、母には、ずっと胸に秘めてきた考えが、る。誰にも知られてはならぬ、恐れ多い計りごと、はか、とじゃ。されど、 もし、そなたがやるというの、ら、母はすべてをかけて、それをなす覚悟が出ていると明かし、涙を浮かべた。瀬名は、月山の番、事情をすべて入れ替え、千代に、上のものを、出てまいれ。大事な話のできる、そなたの頭を、じた。石川和正、松重豊も、瀬名の異変を心配。いえ、は、瀬名は、ただ草花が好きな、たおやかなつまじ。 とせなと武田の内通を信じたくない。そして、大が連れてきたのは、当の国の医師、滅つたかめ、けそれは、穴山信君、田辺誠一にしか見えな、滅つたにございます。お方様が薬作りに凝って、しゃると耳にしたもので、信康と共にで、えったせなは、滅つた殿、ようおいでくださった。ぜ、とも、ご指南いただきと存じます。 何かを企み、ような顔になった。史実としては、月山殿、瀬名、処刑され、松平信康が自害した、悲劇、月山殿元、と、天正七年、1579年が、国一国と迫る。徳姫、ご徳が、唐、織、信長に送り、月山殿や信康の罪状を告発した、二箇条の訴状。月山殿は、当人医師、高氏を愛、 武田と内通した、信康も日頃から、乱暴な、ルマイが多く、高狩りの際、僧侶を締め殺した、される。SNS 上には、本格的に、武田と通じちゃうの。当人医師と不倫って話も、本格的にやるんか。当人医者の逸話も、確かに知っているけど、当、医者イコール穴山売説は、昨年、鎌倉殿の13人の平友康イコール氏、ヤシバ俊博ぐらい。 そこ同一人物にするかと言い、驚き、五徳が遠回しに忠告したのに、その忠告、無視する、瀬名、家康の楽観的なところ、怖いな、の前にいる、石川和正も去ってしまうのに、地区、との事件と、信康事件、どう描かれるのかなと思え、てたけど、なるほど、こう来るか、と、寒気がする、でした、信康のダークサイドへの落ち方、瀬名、覚悟、 徳姫との確執などなど、史実の順番を巧みに入れ替えた月山殿事件への伏線の張り方、見事すぎる。伏線回収の魔術師、古澤良太の本ならではじゃないだろうかなどの声がそう、いいだ。次回、第24話は、月山へ集え6月25日、あらすじに、雷名は、内々に進めていた途方もない計画を明ら、し、とある。